はいどうも、ケマイです。今回なんですけども、スターフィールド評価割れるという話をしていきたいと思います。はい。まあ、なかなかこのね、スターフィールドっていうゲーム、今僕もいろんなところで、まあ結構評判というか、まあそういったところを見てはいるんですけども、やっぱ楽しめますっていう人と、いや、ちょっとこれは楽しめないなっていう人で、かなり二分されてるんですよね。まあ、どんなゲームでもそういう二分っていうのはある程度あると思うんだけど、まあこのスターフィールドは、まあ結構、まあそういうところがあるのかなと思っているんで、まあ、今回はちょっとそこについて触れていこうかなというふうに思っております。まあ、先日こうメタスコアっていうところがね、このねスターフィールドのゲーム発売に伴って公開されたんだけど、まあ、そこから今ねどんどんこうポイントが下がってるっていう現状もあっていて、まあ、世間的にはこのゲームいやもしかしたらなんかあんま良くないゲームなのかなって思ってしまってる方も、まあ、プレイしていない人の中で、まあ、そう見えている人もいるんじゃないかなというふうに思うんですよ。っていうところもあるんで、ちょっとこのゲームいろいろ誤解されてるというか、別にこう擁護するわけじゃないんですけど、やっぱりこういうゲームだよっていうところを知ってるのと知らないのではだいぶ変わってくると思うんで、今回そんな話をしていきたいなというふうに思います。はい、というわけでこのゲーム一体どんなゲームかっていうところで言うと、まあ、分かりやすく言うと、まあいつものベセスダゲーなんですよ。あのベセスダゲーをやったことある人からすると本当にこういつものベセスダゲーだなっていうところが、まあ一番分かりやすい感想だなというふうに正直思っているんですが、じゃあ逆にね、ベセスダゲー今までやったことない人にこれをどう伝えるかっていうと、少なくともそのオープンワールドっていうところに意識してプレイすると、まあ、ちょっと違うなって思ってしまうのが正直なとこなんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、そうなんですよね。やっぱスカイリムとかフォールアウト4とか結構今ではかなり神ゲー扱いされてるというか、まあ、出た当初からすごい盛り上がっていて、まあ、今でも本当に神ゲー扱いされてるっていうのが、まあ、このねスカイリムとかオブリビオンとかフォールアウトシリーズとか、まあそういった感じのベセスダの過去のゲームではあるんですけども、まあ結構ね、実はこれって万人受けする神ゲーではないんですよ。万人受けする神ゲーを作ってるような、まあそういう会社ではないんだよねっていうところが、まずはあるんですよね。とにかくこのベセスダっていう会社は、まあこれはね、ちょっと、まあなんかネガティブに捉えられることもあると思うんだけど、めちゃくちゃ広く浅くって感じなんですよね。あのクエストの数とか、ストーリーラインとか、会話の数っていうところはもうめちゃくちゃ膨大で、多分他のねゲーム会社ではこれは作ることはできないんじゃないかなって思うぐらい、そういったクエストの数、ミッションの数が本当に多くて、まるでこう世界が生きてるかのような、こんな風なフィールドっていうのを作るのはすげえ上手い会社なんですよ。ただ一方で、じゃあその一つ一つがめちゃくちゃ深かったり、ゲーム性っていうところがめちゃくちゃあるかって言われると、昔からそこまでではないんですよね。まあ、もちろんね、面白い要素たくさん入れてくるんだけど、じゃあそれが過去のゲームを無にするぐらい尖った要素だったりめちゃくちゃ面白いかって言われると、まあそこまでではないよねっていうのが正直僕の感想ではあります。まあ、さっきねその広く浅くっていう話はしたんだけれども、そのね広くっていうところがめちゃくちゃ広いんで、やっぱり要素一個一個はちょっと少なめというかボリューム低くなってしまうんだけれども、その分マジで数で勝負しますよっていうところと、まあ世界の広さで勝負しますよっていうところが、まあ昔からのベセスダ系なのかなというふうにはちょっと僕は思ってるんですよ。じゃあ一体なんでこのベセスダゲーがここまで盛り上がってるのか、昔から評価されてるのかっていうと、そのマップの作り込みだったり、この世界で自由に生きてくださいねっていう感じの、そのまあほっぽり出される感覚が意外と他のゲームにはないポイントなんですよね。っていうところもあって、まあやっぱりそのオープンワールドっていうところが世に出始めた時にはすごい革新的だったんですよ。そのオープンワールドっていうこと自体がすごい革新だったんだけど、まあ今となってはそこまで珍しくもないっていうところもあって、じゃあ他の要素は珍しいんですかって聞かれると、まあそれもそうでもないよっていうことで、まあ、このスターフィールドの評価っていうところがあんまり良くないというか、まあ、普段ベセスダゲをやんなかったり、あまりこのベセスダっていう会社のゲームがどういうものかわかんない人がちょっとやってみて、いやーなんかなーみたいな感じになってしまってる現状がすごいあるんじゃないかなというふうに思うんですよ。で、まあ、僕の肌感からすると、あのどのベセスダゲームもそうなんだけど、さっき言ったスカイリムもそうだし、フォールアウトとかもそうなんだけど、まあとにかくね、やっぱ面白くなってくるまでに時間がかかるし、なんならそのね、面白くなってきたタイミングからも、その面白さっていうところが他のゲームと若干質が違うんですよ。どういうことかっていうと、ちょっとこれ表現するのが難しいんですけど、なんかめちゃくちゃこのゲーム面白えっつって、のめり込むようにやってしまうっていう人ももちろんいると思うんだけど、ただまあ基本的にはそうでもなくて、なんかね、だらーっと、なんか知んないけどやっちゃうみたいな。で、その結果、
が意外と遊んでるみたいな感じがいつものベセスダゲーなんですよね。まあ、さっきも言った通り、とにかく広く浅くっていう感じで、まあ、各要素そこまでぶっちゃけ深くないんですよ。がゆえに、すごいなんか一個の要素にめちゃくちゃのめり込むっていうことがあんまりなくて、ただ一方で結構広いっていうのもあって、まあ、それはそのね、クエストの幅広さとか、会話のバリエーションの多さとか、まあ、世界の広さとか、まあ、そういったところがあるんで、まあ、かなりそこをね、めちゃくちゃにトレードオフしているね。そんなゲームをね、世に送り出してるのが、個人的にはこれベセスダかなというふうに思っています。これ結構ハマれる人っていうのも、まあ、そう多くないというか、意外とこれ人を選ぶんですよ。というところが、正直な、このね、スターフィールドの、今この賛否が分かれている原因なのかなというふうにも思っております。で、こうネット上を見ると、やっぱスターフィールド微妙だなとか、まあ、思ったのとあんま違ったなっていう人もたくさん結構やっぱ声として見るんですけど、これまあ一つね、理由としてゲームパスっていうところもあるんじゃないかなと思うんですよ。あのやっぱゲームパスの魅力って気軽に遊んで気軽にやめれるっていうところがすげえいい魅力じゃないですか。で、それとね、微妙に噛み合ってないなっていうところがちょっと思うとこなんですよね。まあ、僕個人の感覚なんで、これ全員に当てはまるかわかんないけど、やっぱゲームってある程度お金を払ったがゆえに、やっぱ自分が購入してお金を払ったからこそ、まあ、ちゃんとプレイしないともったいないなっていう気持ちでやってしまうっていう感情も、まあ、少なからずある人もいるんじゃないかなと思うんですよ。で、結構ね、そのベセスダゲーに関しては、そこの動機が序盤を食いつなぐというか、まあ、そういったところがあるなというふうに思うんですよね。で、その過程でだんだん面白くなってくるみたいなところもあるんですよ。ただやっぱゲーパスだとどうしても、まあ、特にこのゲームに対してお金をそこまで払ってるわけでもないので、まあ、気軽にやめれてしまうっていうところが、まあ、その序盤をちょっと乗り越えにくい要素にもなってんのかなというふうには、ちょっと思ったんですよね。なんで、まあ、こんな対策がね、ゲーパスにね、デイワンで入るっていうこと自体、もう本当にやばい話なんですけど、そこが若干そうとして、あんま食い合わせが良くなかったのかなとも若干思ったんですよ。まあ、ちなみに僕も、今回アルティメットエディションみたいなのを購入して、ゲーパスで遊びつつも、4、5000円ぐらい払ってるんですよね。それがゆえに、まあ、やっぱりそのアーリーアクセスでプレイするために、ある程度お金払ったんだから、しっかりやんなくちゃいけないなっていうふうに思いながらプレイしていたら、もうだんだん楽しくなってきたっていう感じの過程を踏んでるんで、やっぱ僕もね、序盤はあんまおもろくなかったんですよ。なんでまあ、ここら辺の話はね、意外とあるんじゃないかなというふうには、ちょっと思っているところです。で、まあ、最後の話にはなるんですけども、まあ、これも理由としてあるなと思ったのが、何回かこのね、スターフィールド系の動画の中では言ってるんだけど、まあ、このゲームがあんまりそのオープンワールド感がないっていう話。まあ、かなりロードも多く挟むし、いろんなところで、ロードが挟まると、慣れてしまうというか、まあ、若干冷めてしまうっていう、そのシームレス感がないっていうところが、やっぱその評価を分けてるなというふうに思うんですよね。まあ、僕もすごいそれは思っていて、これめちゃくちゃ全体がシームレスだったらどんなに良かったかって思うところではあるんだけど、ただまあ過去を振り返っていくと、ベテスダのゲーム全部そうなんですよ。スカイリムもそうだし、フォールアウト4もそうだし、まあ全部同じ作りになってるんですよね。だからまあ過去のベテスダゲーと比べると、まあそこまで変わってはいないんだけど、ただまあやっぱフォールアウト4もね、言うたら8年前のゲーム、スカイリムもまあ10年以上前のゲームなんですよ。やっぱこの10年間で世の中のゲームっていうのは大きく変わって、まあそのね、オープンワールドっていうところに求められるハードルというか、定義っていうのもだんだん厳しくなってきてると思うんだよね。まあそういった感じで、時代の変化っていうところに、まあそのベテスダのこのスターフィールドっていうところが、ちょっとついてこれてなかったのかなっていうところは若干感じました。もちろん過去シリーズもそうだったよって言われたらもうそれまでではあるんだけど、まあそこの進化っていうところを正直期待したかったっていうところが、ベテスダファンかつこのスターフィールドちょっと違うなって思ってしまった人の、まあ心理なんじゃないかなというふうには、ちょっと思いましたね。はい、というわけで今回はこの巷で今ね、スターフィールドの評価っていうところが、まあかなりもう二分化されていて、まあ本当にね、日本だけではなく世界でもね、このゲームに対する評価でめちゃくちゃ色々ね、こう言われているわけなんだけど、まあ今の僕が思っているこのゲームに対する気持ちというか、まあこういうところが問題だし、まあこういった視点でね、見ると確かにこうだよね、みたいな話をちょっと今回したかったんですよ。まあただやっぱり今も昔も変わらずね、ベセスダゲーかなり人を選ぶっていうところは変わらないなというふうに今回改めて感じました。まあぜひちょっとこのスターフィールドやった方、そしてまあやってなくて外から見てる方の意見も欲しいですね。ぜひ皆さんの感想お待ちしておりますという感じで今回これで終わろうと思います。この動画良かったよ、なんか知んないけど最後まで見ちゃいましたよっていうそこのあなたや、たまたまおすすめや検索から辿り着いたそこのあなた、その中でも
しまだの方がいましたら、ぜひね、チャンネル登録やグッドボタンよろしくお願いします。このチャンネル毎日ゲーム関連の最新情報とか、おすすめのゲーム紹介とか、バシバシ動画投稿しています。皆さんみたいなゲーマーに登録してもらえると、僕たちもモチベーション爆上がりしますし、あとはいい情報をみんなにね、いち早くお伝えできるんじゃないかなというふうに思うんで、ぜひよろしくお願いしますって感じで、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。